おはだこはどうもメリエです。それではサーナバル続きをやっていきたいんですが、前回ね大阪冬のシーンが終わりまして、でまあ賞もね15章兄弟に入りまして、まあ和平というか一回ちょっと協定を結んで、まあ、休戦することになったわけですが、まだまだね、まあ、ちょっと豊臣方に不利な感じになってしまい、まだまだ戦は続くという感じなんですけど、早速ね大阪夏の陣に入るところやっていきましょう。まずはお、作兵衛さんと横谷さん、横谷さん、珍しい組み合わせだな。なるほど、鍛錬とは言えない。うん、家中の和が保たれているのは何よりだ。共に訓練に励もうという感じだね。よし、明石武則さんに話を聞いていきましょう。真田丸が埋め立てられ、そうだね、真田丸埋め立てられちゃったんだよね。まあ、大阪城の周りの堀と真田丸が、まあ、埋められたりね取り壊されたりしたんですが、大阪城も丸裸にされてしまいましたね。難攻不落と謳われた大阪城もこの姿では攻勢をしのげるかどうか。卑劣気まわりない、私は絶対に許すことはできないでしょう、竹則殿。まだ大阪方の人たちはまだ闘志がね消えてない方々も多いと。冬の陣後の女性停電、和議の条件は大阪城の本丸を残して二の丸三の丸の破壊、まあ、砦っていうか、まあ、拠点も破壊しつつ外堀を埋め立てる。もう丸裸だよね、本当に大阪城丸裸になった。真田丸もこの時破壊されていると。外堀だけじゃなく内堀まで埋め立てられてしまったと。大変だマジで、どうなってしまうのか。よし、海姫こちらでしたか。和議なんか結んだのが間違いだったんだよ、勝てるところだったのに。あんたそれはもうやめなよ。カイ殿、チャチャ様のご様子はいかがですか。見てられません、誰もそばに寄せつけなくって。チャチャ様どうします、いっそあのお姫様抱えて逃げちゃえば。そのようなこと、チャチャ様は望まれまい。ですよね。まずは情勢の把握と、できる限りの軍備に努めるしかないだろう。みんな、よろしく頼む。はい。みんな苦しい戦に耐えようとしている。私が率先して動いてみせねばな。チャチャ様またなんか一人になってるね。元大工頭の男あの黄金の天使もみんな亡くなってもうた。もう何もかもおしまいや。一人ぼっちや、一応受けとくな。すべて何らか何もかも奪っていったやないか。なんだ今兵士撃ったな今一瞬。バカな、大量の黄金でできとる。達成しました。よし、渡せましょう。渡しましょう。まさか金鉱石を。あかんねん。天守やない。戦がワイからほんまに奪っていったんはワイの大工仲間やねん。ねえ、マジか。みんな死んでもうた。
まだ兵士映ったね、今。ちょっとうろちょろしてるね。今ちょっと撮影中なんで。この金鉱石を売って、それを元手に工房を始める。なんでやねん。わいやってみるわ。大工頭としてやり直すわ。大阪の町全部や。いいね。ほんまお受けに。世界関西弁ちょっとね。あ、まだ兵士。ちょっと、撮影中なんでちょっと。困りますよ、お客さん。オッケー。おお、なんかめちゃくちゃいろいろゲットした。よし、それじゃあ、毛利勝永さんと後藤又部さん、話を聞いていきましょう。おう。徳川が豊臣を放置するとは思えません。次の戦に備えておかなくては。それには人も物資も圧倒的に足りてねえ。そいつをかけ集めに行こうって寸法か。動かなきゃ何も始まらねえ。又部殿。承知した。山崎方面行きましょうか。大阪城補給任務。決戦のため山崎で人と物資を補給する。おお、びっくりした。お役目ですか。なるほど。三代木村様のお声がかりとなれば兵も集まりやすい。行ってまいる。よし、それじゃあ早速ね、決戦に向けて軍備を強化するため行っていきましょう。行きましょう。真田幸村、参る。参る。よし、行きましょう。負けられぬ戦いがある。今の大阪城でどうすれば徳川を迎え撃てるか。やはり人と物資の補充が第一だな。物資はまだどうにかなりそうだけど。まあ精一杯やれるだけのことはやってみよう。そうだね、やれるだけのことはやろう。できる限り集めたい。味方を集めよう。集めたいね、味方。商人、そこの者、話を聞いてもらえるだろうか。私は何？その赤備えは真田。どうか見逃してくれ。マジっすか。変な方向に一人歩きしてる。なるほどね。恐れられるぐらいになっちゃったってことね、武名が。忍者、あんたは豊臣方の真田幸村か。いかにも。そなたも豊臣の恩を受けた身だろう。どうか今一度我らと共に戦ってもらえまいか。豊臣にはもはや先はないのは明らか。まあそうね。そうだよね、苦しい戦いだよね。徳川の方が圧倒的に有利だもんね。さあ、人集められるかな。元兵士、いいっすね。お兄さん、最後のご奉公。豊臣に恩はあります。妻子ある身、家族を守らねばなりません。なかなか集まんないね、やっぱり。大変だな。なんだ？宗茂さん？やばい。お前なら動くと思っていた。和議も城も信じられる。ならば兵を集めるだろうとね。真田幸村。やるしかないか。西国無双、西国無双。宗茂さん、ベチン、ほらほらほら、ベチン、ほらほら、グサやベチン。おお、待って、無双撃はダメだって。はい、よし、やった。お、やってない。オッケー。
お前は勝ちを諦めてないのだな。興味深い。その生き様見届けさせてもらおう。おお、峰重さんも。さあ、チョニーいたよ。気骨のある死とお見受けした。お、俺も徳川のやる口には腹が立って。ん、あ、忍者隊長が邪魔しに来た。町人を守らねば。守ろう守ろう。やらせぬ。やらせんぞ。エベチン忍者隊長仕留める。行くぞ。ブーン。オッケー。うざってんだよ。ああ、今の見ておじけついちゃったか。なかなか厳しいな、やっぱり。ふう、どうなるかな。もう片方行っちゃおうか。もう片方の道に行ってみよう。東側に。あ、でもまだこちら辺にもまだ道があるのか。いろいろ行ってみるか。宝箱。行き止まりか。ああ、これは立派な木ですな。はっはっはっは。一体樹齢何年なのかよ。よし、元兵士。戦で名を上げる最後の機会だぜ。一つやってみる気ない？兄はそう言って、去年の戦で大阪方について死んだ。父も関ヶ原。なるほど、ね。なんだよ。あっちゃー。なかなか味方にはなってくれませんにゃ。きっかけを求めている者もきっといる。もう少し頑張るか。プロデューサー雪村さんだね。雪村 P だね、これは。おわ、チョニー。お、なんかやる気ある。私は沢田左衛門。私は沢田左衛門座雪村。手を止めを守るため共に戦ってくれる同志を探している。お、あなたがあの雪村様。私でお役に立てるなら。あ、また来た忍者でしょう。そうで、雪村、迂闊に城を離れたのが運の尽きだな。またおじけづかなければいける。ちょっと待って、桜僕あるじゃないですか。オッケー、おレベルアップ。でかい横のレベルアップは後々響いてくるもん。決戦に向けて迅速アクションで一気に蹴散らしたいところ。あいしょ。ほら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 、にゃーにゃーなーなー。オッケー、あと一人。おお、ナイスキノシさん、サスケさん、どうにか追い払えたな。やった、ありがとうございます。このご恩、雪村様と共に戦うことでお返しします。そうか、いいね。オッケー、味方を集めよう。まあ少しだけど。これだけ回って一人か、なんか嫌になっちゃうね。やっぱ今の大阪の状況じゃきついよね。二人ともそう落ち込むな。一人我らと志を同じくするものを見つけた。それで良いではないか。そうだね。よし、とりあえず雪村 P なんとかスカウトに成功しましたが、どうなるかな。よし、帰ってきたよ大阪城。雪村様、眠い。いや、プロデューサー業も大変だね。雪村様。お、勝永さんだ。又兵衛殿をご存知ありませんか。軍備を強化すると言って。お、四季さん、四季さん。私の力が至らないばかりに。大阪の状況では仕方ないことだ。又兵衛殿、大丈夫かな。OK、とりあえず達成。大阪城の現状と今後の方策について、茶々様に申し上げねばなるまいな。まあ茶々様ね、どうだろうね。様子見に行きましょう。申し上げたき義がございます。よろしいでしょうか。やはり徳川がこのままで済ませるとは思えません。決戦は避けられないものでしょう。
大阪城の状態は危ういですが、野戦にて。雪村、あなたには使者を命じます。は、使者でございますか。今日に徳川との仲立ちを務めてくれる者がいます。その者と打ち合い、良いように計らいなさい。お言葉ですが、茶茶様、今さらそのような。これは主命です。いいですね。直ちに立ちなさい。はは。何をお考えか。ともあれ、あの二人に告げてから出立しよう。まあ、やっぱりトラウマ的なところが大きいのかな、今までの。タダ様のね、経験というか、生い立ち。これ以上失いたくないというか、そういう思いがちょっと強いのかなっていう感じはしますが、さあ、どうしたの？チャチャ様より使者を命じられた。これより京へ向かう。徳川との交渉って今更何の話だよ。降伏するとかじゃないよね。分からぬが、主命は主命だ。行ってまいる。はい、早速準備を。いや、こたびは私一人で行こう。え、危ないですよ。雪村様に万一のことがあったら。なるべく人目につかぬのが良いと思う。それより大阪を手薄にすることの方が気がかりだ。留守を頼む。そう言われちゃったらしょうがないけど、無茶しないでくださいよ。承知している。では。はい、雪村様、どうかお気をつけて。使者の方がこちらでお待ちだと聞いていたが。久しいな、雪村。兄上。ご無沙汰しております。こうしてもう一度兄上にお会いできるとは思いませんでした。ああ、覚悟は変わらぬようだな。はい、ならばこれを渡しておこう。無用に願います。そうか。父上と私がため、兄上は一人過酷な道をお選びくださった。申し訳ございません。真田の覚悟、これにあり。はい。息災でな。兄上も。ああ、兄上、信行さんの。すごい威厳があるね。見た目になって。マジか。なんか久しぶりに再会して、以前ね、橋の上でまあ誓い合ったというか、ああいうね、グータッチじゃないけど、六門線の下りとかね、あったけど、それを思い出させるようなね、最後のやりとりでしたが、チャラ様、私を遠ざけろつもりで帰ってきましたけど、カイ姫ん、チャラ様は、どうしたのかな。チャチャ様、真田幸村、ただいま戻りました。
兄との対面の場をご用意いただきありがとうございます。妨害の喜びでございました。これで心置きなく戦える、そう言いたいのですか、チャチャ様。私はそんなことのためにあなたを行かせたのではありません。承知しております。チャチャ様はそのまま私に兄を頼って落ち延びさせようとお考えだった。分かっていてなぜ戻ってくるのです。私は無論チャチャ様をお守りし戦うためです。バカなことを。うつけですかあなたは。はい、面目ありません。されどチャチャ様が諦めておられないように、私もまた勝利を求めて戦い続けるのみです。諦めていない、私が。はい、チャチャ様が本当に諦めておられたら城を捨てて逃げるなり家康殿に降伏するなりできたはずです。しかしあなたはそうはなさらなかった。最後まで諦めず戦い続ける覚悟が終わりだからです。長政殿やお市殿がそうなさったように、あなたは生きることを諦めない、そうした強さを求めておられたはずです。そうでしょう、チャチャ様。無論です。家康殿がいかに大義を掲げようと、私は私の大切なものを守るために抗います。はい、そのために力を貸してください、雪村。はい、必ず。ありがとう、雪村。弟雪村を本意させることはできませんでした。力不足、誠に申し訳ございません。さようか。よく言う、初めから寝返らせるつもりなどなかったくせに。いでただふん。雪村は死に場所を求めておるのか。いいえ、そうではありません。弟にはただ譲れぬものがあるだけです。家康様の大義も太平への思いも全て理解してなお、捨てぬもののため雪村は戦うでしょう。そうか、ならばそれを踏みしだく痛みも私が負わねばなりませんな、秀忠。うん、太平を守りゆく務め、お主らに何としても果たしてもらいたい。はっ。第16章、夏草。慶長20年夏、家康は15万もの大軍を率いて大阪城を包囲する。対する豊臣の兵はわずか5万。まさに玉砕覚悟の絶望的な状況であった。それでもその男は諦めない。闘志に燃える僧帽には一片の悲嘆もなかった。狙うは徳川家康の首ただ一つ。戦国最後の戦いがついに幕を開ける。いよいよか。さあ、チャチャ様も、チャチャ様もね、雪村さんの言葉で戻ってきたというか、しっかりね、自分が守るべきものを守るために戦うという意思がまたね、戻ってきたというか固まったところで、まあ徳川方にも徳川方のね、やっぱりちょっと思いがねあるという感じで、まあ、秀忠さんね、ほんとかっこよくなったね
という感じでね、もうね、大阪夏の陣開幕間近、最後の決戦が迫ってますよというところで、今回はこんな感じで、いやーちょっともう本当にラストもラストのラストがね近づいてきてますという感じですが、どういうね物語になっていくのか、しっかり最後まで見届けていこうと思います。それでは今回はこんな感じで、またやったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。